んばんは、こんばんは、こんばんは。ダリアさん、ありがとう。ケーキのやつ、ケーキだと思います。それはありがとうございます。まさか自分に限ってそんなさ、確定演出やだ、やめてよ。不確定演出。さつまいもケーキも一生覚えらんない、そのさつまいもケーキってワード。なんか今回のガチャアバター希望的リフレインっぽい。え、確かに思った。なんか ちゃんと衣装っぽい今回の。直樹さんかわいい、ありがとう。村上さん、ねずみちゃん、ありがとうございます。え、やっぱそうだよね。さつまいもなんやって感じだよね。よかった、私だけが理解してないわけじゃなかったわ。たけさん、そういえば先週のさよなら毛利さんに映ってましたね。あ、ほんと？たけさん、多分だけどさ、来週とか再来週あたり出るんじゃないかな、多分。先週のさ、やってた企画がさ、私が収録参加した前の企画だった気がすんだよね。多分来週、再来週あたり出んじゃないかなと思ってんだけど。わかんない、多分。こんばんは、やっほー。そう、多分来週、再来週。そう、おじいさんのやつは出てないんだけど、おじいさんの収録やってる間に私なんかメイクしたり着替えたりして準備して、その後収録参加した記憶があって、だから来週あたりから多分出ると思います。ダリアさん、タイヤ屋さん、ありがとう。ロックスさん、ありがとう。ひなんちょさん、ありがとうございます。視聴配信は分かんない、聞いてないです。 Hulu で見ますね。 Hulu で見てください。私も Hulu 入ってます。おじいさんとは会えた？会えてないです。まずその回には参加してないです。ハーブのざめさん、ありがとうございます。Thank you。 さつまいもケーキ。 え、それな、この家だと同時視聴できないね。くさ。 実は今日誕生日なんです。小声書いてる時点で大声だって。 おめでとう。 イエーイ、イエーイ、おめでとうございます。ロクさん、ビンさん、ありがとう。ハート。リアタイなかなかできないから Hulu で見ること多い。まあ夜だしね、わかる、気持ちはわかる。うわー。 やばい、グロテスクすぎる顔面になってしまった。 目尻引っかいたらめっちゃ顔グロテスクになっちゃって、やばいやばい。 びっくりびっくり。すべてにおいてダメですが、なんていうのくせ。 今日お手紙と花セレブ送りました。花セレブパーティーだ。また花セレブ選抜あるんだよ、うち16個ぐらい花セレブが。 ゆうきさん、結婚してダメです。武道館のプライオリティ見てたら出遅れた。プライオリティちゃ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 
そう、話セレブパーティーできるの。うちマジでファンの方にもらった話セレブ山のようにあってめっちゃありがたい。見て、今も使ってる話セレブ、今使ってる箱ティッシュもちゃんと話セレブです。かわいいうさちゃん話セレブです、今使ってるの。なんかごまちゃん話セレブ、うさちゃん話セレブ、なんだと思う。
ちみたいな話でもあります。話せれば私も明日送る数量限定の猫科のやつ。え、そんなのあるの。少しは減ったね。話せれば、さあれから一箱しか空いてないんだけど、これ二箱目なんだけど、話せれば選抜二箱目なんだけどまだ半分ぐらい残ってる多分だけど12月までは普通に持つよフ来年まで持つ。絶対持つ。こんばんは、やっほー。何ですか話せれば選抜って。話せればが16箱ぐらいあったから、あ、選抜だなと思って話せれば選抜って呼んでます。部屋中に置いといてどこでも手が届くようにできるセレブ、やばいおもろい。部屋中に置くのやばいでしょ、どこへ行っても。話せる春の花粉まで持ちそうですね。ね、春花粉、杉花粉は話せレベルで乗り切る話せればアンダーもいるの。アンダーいないの。16人しかないから、16箱ぐらいしかなかったから、そう、アンダーがいなくて、もう一箱を使い切って二箱目の半分までいってるから、ちょっと欠員出てる。ちょっと今15人でやってるところです。8人公演まで来てるって感じ。国広さんハートありがとうございます。ハート、70箱はやばい、本当に家が埋まる。話せればだけで部屋埋まっちゃう、多分生活できなくなっちゃう。イケメン選抜ばかり再生、赤髪青髪並んだの、ふふふありがとう、いっぱい見てください。マスクと話せれば買わなくて済みそうだね。めっちゃありがたいです。世界一ありがたい鮭そろそろなくなりそうって言って届いて一生買わなくて良さそう。そんなこともないと思うけどな、わかんないただめちゃくちゃ本当に本当にありがたいプレゼントランキング1位マスク、2位ティッシュかもしれないゆきんこさんありがとう、タコ10個嬉しいです。え、そう、地味にありがたいよねって思わない？だってさ、いや、なんか地味なさプレゼントだと思われがちだけどさ、ファンの皆さん側からしてさ、なんかさ花セレブをさ普通に日常使い、花粉とかアレルギーがひどいとか風邪ひいたとかじゃない時に花セレブを何箱も買おうと思わなくない？普通のティッシュでいいやって私は思っちゃう。普段普通のティッシュ買ってたしって思っちゃうけど、でもなんか、いや、日用品のちょい贅沢ってちょっとどうしようかなみたいな、鼻の下痛くなるなみたいな時は欲しいけど、普段は普通のでいいかと思うじゃんね。だからめっちゃありがたいの、ね、ちろうさんありがとう、たっこ桜のお友達さんめっちゃ可愛い、ありがとうございます、嬉しい。ふるさと納税で欲しい、リアル。おのじゅんさんタッコ10個ありがとうございます。え、そうだよね、話せればわざわざ買うってこともなかなかないよね。私でも花粉症の時は買ってたふふふ
実用的なランキングあと他に何あるかな。マスクとあとティッシュと実用的ランキング難しい。でも私にとってレッスン着はそうかもしれないね。ファンの方からいただいた T シャツとかロンティーとかしょっちゅう着てるから、下のスウェットとかだって自分で買ったやつももちろん使ってるけど、もらったものは本当にたくさん大切に使わせてもらってるから、レッスン着は特になんか、まあ、大切に使わせてもらってるんだけど、やっぱめっちゃ汗かいたりとかめっちゃ使わせてもらってるとさ、なんかくたくたになってくるわけ、 T シャツも。だからありがとうございましたして、さすがにこの何年間かやってる中でおさらばしてしまった T シャツももちろんあるんだけど、その分たくさん着させてもらってるし、そしてまたいただいたプレゼントをたくさん着て日々のレッスンを頑張っています。メグリズム、確かにアイマスクと蒸気、普通のマスクとアイマスクもいっぱい使わせてもらってます。ダリアさん、タコ10個ありがとうございます。パジャマ部屋着、パジャマ部屋着もありがたいですね。冬のジェラピケはめっちゃありがたいです。冬、秋冬のジェラートピケ、まあ、夏もですけど、ジェラピケさんのみんな知ってるよね。あ、でも知らない人もいるか。この夏の期間、春夏秋、今ぐらいまでに私のことを初めて知ってくださった方は知らないと思うんですけど、私多分11月ぐらいに入ってきて寒くなってきてから、あのモコモコのジェラートピケの部屋着で配信しない日がないです。毎日ジェラピケのなんかしらを着てます。はい、ジェラピケのワンピ、ジェラピケのトップス、ジェラピケのパーカー私の冬の配信は全部日替わりのジェラートピケになるので、何日の配信か分かんなくなりますこれガチじゃない？去年の冬配信見てくれてた人知ってるよね。ジローさんありがとうね。ヒロシ突破隊さん、結婚してダメです。ピンクと白しか見れなくなりますそう、毎日ジラピケ、モコモコかマリマリマリのパーカー、そうです。え、だってさ、あのもうすでに置いてあるもうすでに言ってあります。558日連続配信ありがとうございます。558日連続配信ありがとう。これは薄手のジェラピケ、そう、これ薄手のジェラピケです。それ見たらドボンイベ思い出す。それな、マジでそう、これ着て一生ドボンやってたイベントみすけさんありがとう。ねずみちゃん、ねえ早いよね、なんか寒くなるの早くて困っちゃう。でも私は寒い方が好きだなってやっぱり思った。夏は無理でーすダメですのノリで無理でーす。もう10月も折り返しか、早いね。そうだよ、だからもう寒くなるのさ、もう一生ドボンって思い出したけど、もう来週なんね。そうです、1週間後はドボンライブ頑張ります。今日初めてドボコンの曲のリハーサルをやりました。本当にやばい、頑張ります。ドボンクッキー復活したね。あーそうね、ってことはあれサインチェキ復活かな。ひとみは着倒すタイプ、めっちゃ着倒す、本当にもうなんかワンシーズンツーシーズン
全然着るって感じ。そう、何シーズンも着たいんだけど、でも着倒しすぎちゃうから洋服が下手っちゃうのよそう、ロボコン頑張って頑張ります。1週間前で初めてのリハなんだね。いやそうなの、なんか今回やばいマジで。でもなんかトボコンに出る人たちと話してたんだけど、やっぱ久しぶりのリップグロスリリース週でもあるわけじゃないですか。明日がフラゲ日なわけで。そうだからなんかもともと忙しいのもあって、いろんな人たちがね、だから大変なんですよ。まあ頑張りましょうみんなでって感じです。明日もリハはあります。まあ朝から頑張ります。明日私結構なんかもう難関ポイントで明日マジ難関ポイントすぎて、朝からリハやってリハやってダッシュ移動で学校行って、卒業制作のリハを一回やって、うん、全部リハやんって感じで、その後卒業制作のレコーディングをして、その後授業を受けて帰ってくるので、ちょっと明日は遅くなりそうです。あかんね、クタクタになって死んでるかもしれないので一応配信はしたいんですよね。フラゲ日だし、シュガーナイトも入ってるシングルですからね。えなんかフラゲ日ですって配信もしたいんですけど、死にそうになってたら寝てるかもしれない桜のお友達さんファイトありがとう。ダメです、1万個集めたらさんファイトありがとう。結婚したらダメです。ダリアさんファイトありがとうございます。リファリファかぶりやばい。サウナ行きたいね、本当に早く行きたい。公演もあるのか。そう、公演も出ます。22だっけ、22?21 日に公演があるんですけど、それは重力シンパシー公演です。頑張ります。そう、ちょっと忙しいね。でもまあ1週間経ったら終わるんだよもうこの忙しさもびっくりする、本当にって。1週間後ライブな気がしなくて、結構本当にって感じになってるんですけど、まあ頑張ります。私は頑張りきったら多分24日はすごい楽しいライブになってるはず。私の希望した曲も入ってました。ドボンライブのアンケートで来てた曲で、希望してた曲も入ってたので、楽しみにしててほしいです。なんか後日談みたいな喋りたいな。あ、そう、店舗のなんか限定ポストカードみたいなやつ、私のサイン50枚ぐらい入ってるはずです、全国で。わかんないけど多分入ってます。忙しくて幸せだね。え、そうなんだよね。まあありがたいんです、本当に。忙しいことは幸せです。そうです。放送楽しみにしてます。そうね、1ヶ月後だっけに BS じゃない CS さん、 TBS さんの方で TBS チャンネル1だっけで配信放送もあるみたいなので、それで見るよって方も楽しみにしていてください。体調はね、なんとか持たせたいですね。今んとこ元気。喉も治ってきたから大丈夫だと思います。
あちょっと早いんですけど、そろそろランキング読んで終わりにしようかな。こんばんは、こんばんは。ドボコン終わって1週間で10月終わるって考えると、そうなんだよ、あっという間すぎる。ちょっと本当に10月はあっという間だった。なんか9月から同じような話をしてた気がする。そう、9月からずっと同じような話をしていたけど、なんか私的には8月の頭で終わったショールーム選抜のショールームイベから、あの配信が終わって MV 撮って、なんかうわーってなって、でもうなんか8月9月10月ってなんかあっという間にこの3ヶ月過ぎてったんだよな。本当にあっという間にこの3ヶ月過ぎてったわ。うん、気づいたら長袖着てるし、びっくりしちゃう。体調に気をつけつつ、ライブも公演も楽しみましょう。待ってます。21日の公演は茶系推しの方がもうすでに10人ぐらい当選報告があるので楽しみにしてます。あっちゃん、直樹さん、ハートありがとうございます。ヨッピーさん、ヒールありがとう、かわいいもありがとうございます。頑張りすぎずゆったりでありがとう。しっかり休んでね。休む休む。今日もね、配信始まる前にでも一個課題終わらせたのよ。もっと課題溜まってると思ってて、もう終わったって思ってたんだけど、一個だけだったからちょっと心に余裕ができました。明日からやばいっすね。頑張ります。振り入れも明日の振り入れはまだいいんだな。明後日の振り入れあたりがちょっとおーんって言ってそう。頑張る。甘いものいっぱい食べて頑張ろう。じゃあランキング読んで終わりにしようかな。あら、金曜日当たったよ、ありがとう。これでもう一人増えました。当選者が、嬉しい。よし、じゃあ壇上読みます。13位ザクさん、ありがとうございます。12位ブンブンさん、ありがとうございます。11位カツオギさん、ありがとうございます。10位レインボーさん、ありがとうございます。9位ダメです、1万個集めたらさん、ダメです。8位ナックさん、ありがとうございます。7位どうもファーストさん、ありがとうございます。6位ゆきんこさん、ありがとうございます。5位くにひろさん、ありがとうございます。4位じろうさん、ぶんぶんさん、かつおぎさん、ダメです、1万個さん。ナックさん、なおきさん、レインボーさん、どうもファーストさん、ゆきんこさん、5位くにひろさん、ありがとう。4位じろうさん、ありがとうございます。3位おのじゅんさん、ありがとうございます。そして2位さくらのお友達さん、ありがとうございます。そして1位はダリアさんでした。バイバーイ、ありがとう。僕にできることさん、タイヤ屋さん、ありがとう。ギフトもありがとう。おやすみみんな、バイバーイ、また明日ね。明日も夜遅くに配信します。バイバーイ。